動画を見ていただいてありがとうございます。旅する生き物男子バオシンです。この動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて2泊3日岐阜旅行の第5話始まります。カウント間違えてたらすいません。今僕は今回お世話になる桜ゲストハウスさんの前にいるんですけれども、だいぶ辺り真っ暗になってきました。こんな感じで暗くなっちゃいました。意外と個性的な場所なので食べ物屋さんとか探すのがちょっと大変なのかなということで、桜ゲストハウスさんの方でいろいろとこう飲食店の情報を1枚の地図にして渡してくださったんですね。その中でもおすすめを2つご紹介いただきましたので、そちらに足を運んで、まあ、簡単に言えば食レポです。高山駅の西側にある桜ゲストハウスさんのおすすめの飲食店2つ今回は巡ってみたいなと思って、この動画撮ってみました。よかったら最後までお付き合いください。というわけで早速今回の旅始めていきたいと思います。今状況が状況ですからお店やってればいいんですけどね。で行ってるそばから見えてきました。あれかな？お寿司屋さん。お寿司屋さん見えてきました。あれですね、桜ゲストハウスのフロントの方がここどうですかと勧めてくださったお寿司屋さん。さあ入り口はどうでしょう。まずそこから探さなくてはいけない。高山市初めてですからね。どうやらこっちが入り口ではなさそう。ということはこっち側ですね。やってるかな、営業してるだろうか。こっちじゃない、こちらではない。あ、間違えた。思いっきり間違えてる。あ、ありましたよ。あったあった。全然違うところを見てた。信号がちょうど青なので渡ってしまいます。1軒目のお店こちらになりますね。反射しちゃって見にくいですが、はい、行きましょう。1軒目のお店到着しました。こちらです。ダダンとアレリアさん、明かりがついてるみたいなので営業してると思います。ここに入ってみたいと思います。ちなみにこっちは入り口ではなかったです。またやってる。シャトルバスも手前で持ってるみたいです。すごいですね。富士だけど入れるでしょうかね。お寿司美味しそう。お店こんな感じに、わがままってこの席にしてもらいました。本当何考えてるんだか。丸井屋さんのメニューこんな感じになってます。すごいですよ。寿司盛りだけじゃなくお刺身もあります。そして天丼も、天丼もあれば定食も出るので、ちょっと全部は紹介しきれないんですけど、あとこれも店員さんがおすすめしてくれました。カワーキングフェアを現在開催中らしくて、こちら金沢湖から直送良さそうだな。それからこっちが本日のおすすめ、これも良さそう。オーソドックスなものに組み合わせてやっていきましょうか。本日の丸屋盛りと、これから本日の握り西盛り、あとお刺身も一緒に行きましょうか。これで2000円ぐらいでいけるはずなので、これでオーダーしてみたいと思います。オーダー決まったらこのベルを鳴らすみたいです。このベルを鳴らします。ビールが来ました。ビールが来ました。いただきたいと思います。いただきます。今日2回目のビール。下呂温泉の合掌村でも缶ビールいただきましたからね。やっぱりたくさん歩いた後のビールはうまい。オーダーが決まるとこのようにお茶と小皿が来ます。これはまあありがたいといえばありがたい。本日のおすすめお刺身2種盛り来ました。こちらがガスエビだそうです。でこちらがカサゴのお刺身だそうです。早速いただいてみようと思います。まずこれがお醤油です。お醤油をおちょこに入れていきます。こんなもんでしょう。多すぎてはいけない。こちらが本日の丸い屋盛りプラス本日の握り2種盛りを一皿にしていただいたものです。でこちらがこの卵、名前ちょっと忘れちゃいましたけど、醤油漬けで味付けがしてあるそうな、楽しみですね。でお吸い物当てます。吸い物がこんな感じになってます。せっかくなんで一緒にしてみました。じゃあいただいていきます。ではお作りの方からいただいていきましょうか。ガスエビいただきます。お醤油をつけて、甘エビとはまた違う主張しすぎない甘さがありますね。それでこんなのもあるんですよ。あらかじめ尻尾の方を取ってある。ちょっといただきましょう。醤油をたっぷりつけて、口の中で溶ける感じ。ガスエビ本当に癖になる味だな。今度はこの
サゴ行ってみます。カサゴシャキシャキしてる、白身魚なんですけどね、うん、シャキシャキした歯触りがいい。カサゴにこう巻いてちょんちょんとつけていただきます。青じそとカサゴのシャキシャキ、絶妙なバランス、素晴らしい、箸が止まりませんね。お寿司行ってみましょうか。お店の方がおすすめにしていたこの醤油にたっぷりつけ込む軍艦巻き、いただきます。あれってとびっこってあるじゃないですか、とびっこよりもなんかこう優しい感じ、それでいてこのプチプチした食感もとてもいい。怒りお作りでカサゴをいただいたんですけど、今度はこのカサゴの握りいただいてみます。これより僕の中で、寿司ネタの上位トップ3って言ったら縁側さん、つぶ貝なんですよ。なんだけど順位がひっくり返りますね、これで。そのぐらいインパクト強い。この握りは僕の中のランク付けを変える。じゃあガスエビいただいてみましょうか。これも口の中でフミスと一緒に溶ける。最高だこれ、最高にうまい。いただいていきます。やっぱり新鮮な魚を使っていると寿ネタとしても本当に違いますよ。文句なんかつけようがない。違ってたらごめんなさい。赤味噌がね、すごくよく効いてる。ものすごく合うんだ。卵をいただきます。なんて素晴らしい卵なんだ。下世話な表現がいらなくなる。せっかくなんでね、こう飛騨高山の地酒をいただいてみましょうか。こちら飛騨高山地酒。高山って実は酒蔵も多いんですよ。次か次の動画ぐらいで上げられたらいいなと思ってますけど、いただいてみましょう。今回は常温で飛騨でいただきました。見えないかな、ちょっと白っぽくてよく見えないかもしれませんけど、いただきます。優しい口当たり、辛口ではない、でもすっきりとして飲みやすい、ありがちな表現かもしれません。僕には飲みやすい。あーサーモンか、いやわさびがよく効いてる、お酒が美味しい。というわけで全て完食いたしました。丸井屋さん、ごちそうさまでした。というわけで丸井屋さんで美味しいお寿司とお作りをいただいちゃいました。しかしまああまりの美味しさに予算を大きくオーバーして、まあまあまあそういうこともあるんだっていうことでね。じゃあ2軒目行ってみましょう。2軒目のお店は居酒屋です。丸井屋さんでがっつり食べましたからね、もうちょっと軽いものでいいかなって気はするんですよね。その居酒屋さんそんなに遠いところではないので行ってみたいなと思います。ということで1軒目のお店着いちゃいました。こちらが桜ゲストハウスのフロントスタッフの方がおすすめしてくださった一品料理、天翔さんといいます。良心的にこんな風におすすめを値段付きで書いてくれてますね。でお隣にはなんかタヌキが。入ってみましょうか。あダメそうです。誠に申し訳ございませんが県外の方にお断りしております。というわけでこのお店はダメした、場所を変えましょう。まあちょっと天翔さんはね残念だったんですけど、その代わりにさっきの丸井屋さんでね結構がっつり食べたんで、締めに麺類を行くっていうのはありだと思うんです。それで地図でいうとこのこれなんですけど、高山グリーンホテルの隣に神五郎さんっていう中華そばのお店があるんですよ。距離がありますけどここ行ってみようかな思います。この飛騨高山もラーメン美味しいらしいんですよ。昔ながらのオーソドックスなラーメンがあるらしくて、
こ行ってみましょう。今回は空いてるかどうかなんだよな。神五郎ラーメンさん普通に営業してました。よかったよかった。さっきの、まあ、天翔さんをね悪く言うつもりはないんですよ。まあお気持ちはわかります。だから悪口ではなくて、天翔さんのようにいろいろ気にされてね、県外の方はちょっと入店はやめてくださいっていうようなことになってなければいいなって。普通に入店させてもらえたらいいな。さっき酒が回りすぎた若い男性にですね絡まれそうになったんですけど、もしまだいるようだったら今日のこの食レポロケはちょっと中断しようかなと思ったんですが、なんとか引き上げてくれたみたいなので、もう一軒ですねこの神五郎ラーメンさんですね、これ閉めたいと思います。一応普通に営業はしてるらしいんで。入店できました。そうですね、あんまり木を狙ったものはしないで、このオーソドックスな神五郎ラーメン700円いってみましょうか。で、あ、モス煮もちょっとだけ頼むかな。じゃあこのモス煮と神五郎ラーメンいってみたいと思います。あとやっぱりアルコールちょっとだけ入れましょうか。生ビールの小が400円なので、じゃあ生ビールの小入れてこれで注文します。注文した生ビールショーと牛モスに出てきました。今回のオーダーは全て出揃いました。早速いただいてみようと思います。続いてはラーメン。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。引き続き2泊3日岐阜旅行第6話へ続きます。